皆さん、こんにちは。ふわちゃんに、この投稿どうなん？とやすこさんへの暴言ポストの火種を作った張本人とされている A マッソ加納さん。調べてみると、過去には最低な発言をしたり、悪ノリ大喜利したりする常習者だったことが分かりました。実際は、どのような実態があったのでしょうか。詳しく見ていきましょう。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。簡単に振り返ると、ピン芸人、やすこさんに対する暴言、ポストを X に投稿して大炎上したタレントのふわちゃん。ところが、やすこさん本人に謝罪するも、芸能活動を休止する羽目になってしまいました。8月8日に公開した謝罪文では、ポストの経緯について、やすこさんの、やすこオリンピック、生きてるだけで偉いので皆優勝です、との投稿に、アンチコメントがつくならどうするか、を考えた、いわば身内で大喜利を楽しんでいたものの、誤って回答を投稿してしまったという説明でした。さらに、大喜利はプライベート旅行中の出来事としつつも、同伴者のお笑いコンビ、A マッソ、加納愛子さんと、お笑いトリオ、トンツカタン、森本慎太郎さんは無関係と主張しました。しかし、その後様々語られた中には、ならば、誰と大喜利をしていたのか、と疑惑は一層深まるばかりでした。すると8月31日にある週刊誌が報じたのは、ふわちゃんがやすこさんに対して、お前は偉くないので、死んでください予選敗退です、との投稿をするきっかけを作ったのが A マッソ加納さんである事実が判明したと報じられました。何でも、やすこさんのポストを最初に見つけたのが彼女だというのです。加納さんから、この投稿どうなん？と、やすこさんのポストを振られて大喜利の振りと捉えたのか、先輩の期待に応えるべく、回答を考えてはご投稿してしまったというふわちゃん。週刊誌の取材に、加納さんの所属事務所は、この投稿どうなん？との、振り、発言は事実とするも、ふわちゃんに、書き込ませた事実はない、と回答しています。また、ふわちゃんが発表した謝罪文に関しても、事実と異なる内容ある、とするなど、あくまでも彼女自身の問題として、加納さんの関わりを否定している立場です。SNS では互いに先輩後輩として、はたまた、親友、同志として講師に仲良しぶりをアピールしていた二人だったのですが、食い違った意見から、遺恨を残す形になってしまいました。ネットニュースラボ、騒動の発端となった大喜利ですが、普段からふわちゃんや芸人仲間らと日常的にお題を出し合っていたとしても何ら不自然ではないほどに得意としている加納さん。ところが、過去には大喜利回答に批判が向けられることもありました。2019年2月放送の日本テレビで放送されたバラエティ番組デジタルにらめっこ WA0 に出演した際、解体されて食肉となった豚の写真が出題されると、笑顔で、これユリアンです。と、ユリアンレトリーバーさんに例える回答をしたことがあります。すると、あまりにも不適切な回答と思われたのか、対戦相手を務めた、コロコロチキチキペッパーズ、ナダルさんから、ユリアンちゃうよ、とのフォローが入る始末です。その7ヶ月後の2019年9月にはさらなる大炎上を招きました。ライブイベント、思い出野郎 A チームプレゼンツウルトラ、フリー、ソウルピクニックでネタを披露した A マッソだったのですが、相方の村キャミ、村上愛さんから、大坂直美に必要なものは、とお題が出されると、漂白剤、あの人日焼けしすぎやろ、と返す加納さん。この返答がネット上で瞬く間に広がると、ハイチ出身の父親を持つ大坂直美さんへの差別発言とする批判が続々と届きました。後に所属事務所の公式ホームページにて、加納さんは、笑いと履き違えた、最低な発言であったと今更ながら後悔しています、との謝罪文出し、自身の不適切な発言を認めることになりました。ここで共通しているのは、いずれも女性の外見を揶揄するような笑いで炎上してしまったことです。ところが、以後も持ち前の、尖った、ネタを武器に、M1 グランプリ、キングオブコント、ザ・ W にて結果を残し、実力派の女性芸人の筆頭として人気を博すようになりました。その後最近では、
加納愛子名義でドラマや舞台の脚本も手掛けて多才ぶりを発揮しているのですが、その裏では誰かをターゲットにした悪ノリ、大喜利をフワちゃんと楽しんでいたのかもしれないとわざわざ邪推してしまいたくなるような今回の振る舞いと言えます。この報道の後、さまざまなコメントが寄せられました。いつまで黙っているつもりだ、フワちゃん退場しているのに自分は何もない感じ、早めにフワの件は対応した方がいい、などと加納さんの X に直接意見が寄せられている状態です。またフワちゃんと加納さんは長年の親友であることも公言しているため、次のようなコメントも見受けられます。フワちゃんとは結局ビジネス友達だったってこと、親友かつ後輩のくせに一切フォローしてあげないのはさすがにあかんやろ、といった声も聞こえてきます。そんなフワちゃんと加納さんの親密な様子をある週刊誌は2021年に目撃していました。ネットニュースラボ、加納さんは2019年にロックバンドザラジオカセッツでボーカルギターを務める山下秀樹さんと極秘結婚していたことを2021年にスクープしています。その取材過程で加納さんの夫である山下さんが自宅からフワちゃんの原付バイクに乗って出かける姿をキャッチしていたのです。フワちゃんの原付バイクは2020年にひろみさんが作ってフワちゃんにプレゼントしたものであり、車体にはフワちゃんだよと書かれています。山下さんはこの部分をビニールテープのようなもので隠していました。フワちゃんが引っ越しをした際、バイク用の駐車場がすぐに契約できず、そのバイクを加納さん宅に預けており、その期間に山下さんがフワちゃんに内緒で乗っていたのだそうです。フワちゃんは加納さんが結婚していることも報じられる以前から知っていたそうですし、それほどの仲ならば今回の騒動にはお互い責任を感じていることでしょう。8月31日から9月1日にかけて放送された24時間テレビ47でチャリティーマラソンを走り切った安子さん、そんな彼女に関連する報道が放送が終わった後も続いています。安子さんのチャリティーマラソンは台風10号の影響を受けて横浜の日産スタジアムでのトラック周回からスタートしました。2日目の早朝からは街道を走って東京の墨田区にある両国国技館にたどり着いてゴールという結果となっています。しかしゴール直前に一般の男性が安子さんの胸に触れたように見える映像が放送されたことや、白いウェアが雨で濡れて下に着ていた黒いスポーツブラのような下着が透けてしまったことへの局側の配慮不足が指摘されており、ネットを中心に非難の声が上がっています。本来であればこれだけでも相当なトラブルに巻き込まれていますが、やはり番組が始まる前からご存知の通りトラブルに巻き込まれていたため、結果的にはゴールを切ったものの心ここにあらずの状態で責務を果たしていたのではないかと勝手に想像してしまいます。いかがだったでしょうか。今回は A マッソ加納さんのトラブルへの関わり方について見てきました。やはり今回の問題でことを大きくしてしまったことは、トラブルを起こした張本人とされる2人がことの経緯を自らの口で説明していないことです。説明したからといって問題が小さくなったり収束したりすることは簡単ではないと思われます。しかししっかりとけじめをつけないと長引くことは間違いないでしょうし、自身の復帰にも作用してくると思われます。その判断の是非はご本人と所属事務所が判断されることでしょうが、間違いのないようにしてほしいと思います。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。